どうも、馬次郎です。今日はね、ちょっと馬尾の方が欠席みたいなんで、僕がマジでやばいカルボナーラ作っちゃおうかなって思ってるんですけど、いやまあでも言ってもやっぱり皆さんが見たいのは、まあ、馬尾、いやでも私が言いたい、馬次郎もいる。マイク触っちゃった。まあそんな感じでやってますけどね、そろそろいいですか。いいかな。いやいいですね、馬次郎。あります。だいぶいいですね。俺なんか全然知らなかったんだけど、見てたらすげえ似てんなって人見つけて、ほんでなんかいろいろちょっと連絡とかしたら、なんかすごいファンだったらしくて。そうですよ。コロナの前にまかないで俺を発見してから、いろいろ追っかけてくれて。そうですよ。そうだよ。念願かなってこの間ちょっと一緒にコラボしたっていう。そうなんです。まあ、朝倉さんですよ。よろしくお願いします。朝倉春天という YouTube チャンネルをやってるんですけれども、いろんな SNS で発信しているさなかですね、鳥羽周作さん、もう3年半前に僕がレストランで働いている時にお見かけしてから、もうずっとこう後を追いかけ回して、ずっと追いかけ回したらたどり着いて今ここにいます。でも本当にたまにインスタのなんか写真が俺なのかなみたいな時あるからね。寄せてますからね、ちゃんとこれもね。もうこれちょっと前のだから、もうそろそろ金髪にしなきゃいけない、ね、じゃあやりますか。やっちゃいましょう。はい、今日はシンプルに、まあ、はい、パルミジャーノを、はい、と、生クリーム、はい、で、まあ、今日は市販のものっていうかパンチェッタのやつですね、はい、僕らはいつも生ハムの硬いところとちょっと油が入ってるところを、まあ、カットして使うんですけど、まあ、パンチェッタでもいいです、はい、で卵黄と、はい、あと黒胡椒と、はい、まあ、ポイントがもうトリュフオイル。うわー、これですよね。そうで、なんか生クリームいっぱい入ってるカルボナーラっていうよりは、パンチェッタの香ばしい香りと塩味と、まあ、チーズもそんなに入れないで、あとトリュフオイルの香りですごいクリアなんですよ。食べてもらったら分かるんですけど、はい、そのなんか一番自分が作る料理の中では塩が決まっててクリアな、まあ、パスタなんですけど、だからあんまり複雑なことはしてないし、まあ、カルボナーラもね、ボウルで仕上げるとか、はい、例えば油で炒めたパンチェッタのやつ一回取り出して、はい、それをもう一回ボウルにこう入れてやるとか、いろいろ作り方はあるんで、はい、その作り方論争見たらもうどうでもいいんで、一旦僕らのレストランでやってるやつを今日はなってるんですけど、ポイントがこのちょっと水、はい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 、水をこう卵に、まあ、ライフでもいいんですけど、はい、ここに入れた時にちょっと水で不純物を加えて多くすると、まあ、固まりにくくなるんです。ははははは。だから失敗しづらい。はで、もう一個、アイテムで言うと、出ました、出ました、馬次郎、これちょっとお願いします。お世話になっております。こちらタイガークラウンのゴムヤラでございます。はい、これなんですよね。前回の YouTube で言いましたけど、ここがきちっと一本化されて、鍋肌とかしっかり力入れてかき混ぜてもうふにゃらないっていう、もうこれがもうほんとお菓子でもオムレツでもカルボナーラでも一番いいね。今日2人前なんで75×2 なんで150。お、150チャレンジは結構ハードル高いから、多分なるほど、当たんないけど。いやいやいや、もう結構いけますかね。これは全然分かんない、ちょっと分かんないですよね。いきます。おっ、あ、違う、170。全然違う、違った。今言ったって感じしましたよね。すげえ震えた、震えた、うるせえとか言われた。来ましたよね。150ブワーなって、うわーってなったけど、たこれフライパンもう一個高いでしょ。ちょっと今フライパン超綺麗、超綺麗。これもう見て、これビッカビカ、見てみたいな、マーフィーの感じだ。あ、通販これ分かるし、世代が出ますね。世代でした。先に今日は卵のソースを、これ卵液っていうのがいいですかね。どうなんですかね。なんか卵液ってもいますし、卵液もいますし、卵2個入って、はい、でジャーノ、はい、ジャーノ、ジャーノ入りますね。パルミですね。そう、やっぱここは今日はプロなんで、一応ジャーノ、すりおろしジャーノなくて、うん、はい、すりおろしジャーノ、うん、でお水、おで生クリーム問題は一般レストランでないんで、ないんで生クリームなんですかね。おで、まあ胡椒で、はい、ちょっと粗めのやつをガッチリ入れて、こんな感じで、ね、入りました、はい、で、トリュフオイル、あ、ここに入れるんですね、オイルも。ここにまず、あんまり入れすぎるとちょっとギラギラしちゃうんで、ほどほどで。あ、でもその香り
香りと塩で食べさせるパスタなんで、あ、香りがだから温度が高くなきゃいけないっていう。なるほど。で、まあ、これこれですね。はい、来てますね。これです。これです。もうこれなんですよ。これですよ。もうゴムベラはこれ一択。一択です。はい、もう一択以外。これないから。一択です。これをもう先に混ぜていきます。ああ、トリュフオイルも香ってきてますね。そうなんですよ。来ちゃってるんですよ。ああ。もう超いいんですよ。で、ポイントは、はい、麺の硬さっていうか、アルデンテっていろいろレベルがあって、はいはいはい、めちゃくちゃ硬いのもあれば、はい、柔らかいのもあるんですけど、はい、こういうソースに濃度がある程度、あるもの、だからトマトソースとかクリーム系は、はい、アルデンテがちょっと強い方がいいんですよ。で、要はそれでアルデンテが弱いとソースが絡みすぎちゃって重くなっちゃうんで、だからそういうやつに関してはアルデンテ強めなんですけど、逆にオイル系とかってソース乗りづらいじゃないですか、はい、で麺が硬いとそのシャバシャバしたソースが硬い麺が弾かれちゃうんで、そうですね、少しアルデンテの中でもちょっと柔らかめみたいな、そのソースの濃度によってアルデンテの具合とかもちょっとこう調整するとすごいソースキレが出て美味しくなる。でもうこの段階でパスタを先に入れていきます、はい、まあ、大体8分ぐらいですかね、はい、1.7分、まあ、ちょっと7分50ぐらいで様子見ましょうか、ね、ちょっとその日によってやっぱ違いますから、ね、そうですよね、じゃあ入れていきます、はい、はい、これ入りました。これは塩分濃度みたいな1%ですね。分かりました、はい、でその間に入れてきようですね、はい、入れてきようさん、てきようさんですか、はい、てきようさんです、てきようさん入ります、はい、入りました、お願いします。こんな感じで、あ、そこに今もう入れて、で、まあなんかやっぱギリギリでいきたいんで、はい、まあ残りなんかそんなになんか、はい、もう先に作って待ってますみたいな感じじゃないんですよ、はい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 、やっぱジャストにこう合わせて、そう、はあ、で、まあちょっとなんかずっとかき回す必要もないんで、はい、なんか8分の間で3回ぐらいしっかりこう泳がすと中の芯とかが残んないけど全体がちゃんとアルデンテなんですけど、茹でてる時にかき混ぜないと外側だけブニャブニャになっちゃって中が変なアルデンテみたいになっちゃうんで、なんかそれは一旦ちゃんとやった方がいいんですよ。ちゃんとほぐす時にほぐす、あ、そう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 、だからそれもやりすぎると粉落ちちゃうんで、なんかそんな感じでやってもらうのがいい、なんか思いの思い油をかけばちょっと一個よくよ、はいはい、思いの、なんていうのか、思いがすごいある方だったから、なんかもういいかな、なんかもう煮すぎてたから、いいかな。これも結構ギリギリ香ばしめの、はい、そのこれの香ばしい香りとトリュフの香りでいきたいから、はい、結構ギリギリいきますね、まあ、焦げちゃうとダメなんですけど、はい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 、まあ、ギリギリな感じですかね。でまだまだいけますで、これぐらいちょっと油残して、はい、茹で汁入れます。この時に、はい、入り口からこうやって離してる方が引火しちゃって、あ、まあ、ガスの家とかだとそのガス臭さがフライパンの中に入っちゃうんですよ。あ、だから、はい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 、ちゃんとこういう茹で汁入れる時は火からちょっと離してあげてやるといいと思います。茹で汁も多すぎてもなんだろう、こう伸ばしてるやつを縮めていくって作業よりもやっぱジャストの方が良くて、あ、ピンポイントがやっぱいいですね。だから多すぎてももちろんいいんですけど、はい、まあなんかちょっと多すぎないっていう、多少は余白があっていいですけど、こんな感じで、あくまでジャストのところ狙って、そうそう、あ、こっちもちょっと水が入ってるから余白はあるんで、はい、そんなになんか失敗するってことないっすよね。で、まあ1分ぐらい一応ね、ちょっと麺の感じで、うん、いいっすね。いや緊張するんだよな、カルボナーラって毎回なんかおっしゃってますね、うん、緊張するっていうのは毎回緊張するんだよ。やっぱなんか、絶対いいの食べてほしいじゃないですか。だから、なんか、ね、やっぱいいベストを狙いたいからそこは緊張するんすよね。緊張するな。いや楽しみだな、見てましたもん、本当に。どうすか、画面のがここに今 4D で出てくるみたいな感じですからね。うん、いきますか、はい、おたらしっかりこう切って、はい、一回この段階で、はい、茹で汁と和えるんですよね。はいはいはい、全体をこう全体、はいはい、でパスタのベッドを作って、はいはい、
そこでゆで汁を、あ、ゆで汁じゃない、卵液、卵液を入れていくって感じです、はい、で、この時にこの人ですね。あ、来ましたね。はい、これ、これです。俺たちの大学ラン、はい、これからしっかり全部こういって、はい、からの、ちょっと強いんで一回こういう身を見ながら、はい、外しながら、あとはノードで、あんまり早くかき混ぜると、はい、空気が入っちゃうんで、はい、でもこの感じでしっかりこうあってで、あとはちょっと茹で汁でもうちょっと緩めの方がいいから、ここで足して、もうほぼすげー、こんな感じです、ね、はいはいはい、でもう火止めて、はい、最後ちょっと味見、うおー、塩どうなんかみたいな、気持ちちょっと塩が欲しいんで、でしっかりここは塩決めた方がいいんで、あ、なるほど、ちょっと入れて、ここ決めた方がいいですね。最後茹で汁で、うわ、香りすごいな、伸ばして、こんな感じですね。はいはい、じゃあこれでいきましょうか。これいきますよ、うおー、めちゃめちゃ滑らかっすね。そうですね、これ3人前ぐらいいける感じあるな。3人前いけちゃいましたね。おー、ちょっとじゃあ、今日はせっかくなんでチーム朝倉さんも来てるんで、お、食べてもらえますかね。いい感じ。もうやばいやばい、多分ぴったりなんですよこれが今、はいはいはい、でもやっぱり食べていくうちにどんどん硬くなっていくんですよ。あ、なるほど。なんでちょっと最後、はい、茹で汁ここに入れてあげて、はいはい、こう軽くこうやってソースの緩いやつを上から最後こうかけてあげるんですよ。そうすると最後食べていくときに最後までこうやって滑らかに食べれるんですよ。はいはい、うわ、いいっすね、完璧ですね、今日ですね。で最後もう一回、はい、胡椒、うわ、こんな感じで、うー、はい、でも急いで食べたいに行きましょう。これ、はい、完成しました、うまおのレストランのカルボナーラです。どうぞ、いただきます。やべえ、入れて、はい、揚げると、はい、湯気出て、もうどうぞ食べてください。うおー、香りどうですか。煙やべ、香りやべうめえ、もうちょっと食べてみてください。やばい、ちょっとうまそうに、ちょっとこれはやばいな、ちょっと滑らかなこと言っちゃう、うん、うまっ、すごい、マジか、これうわうめぇ、マジですか、ちょっと俺も食べていいですか。うわうん塩加減バッチリ決まって最高、バッチリ、めっちゃうまいこれやっばい、マジでね、うまいっす、うん、どうぞ、うんどう、めちゃくちゃうまいよ、めちゃくちゃうまいそうです。マジうまいっす、やばい、めちゃくちゃうまいです、これやばいっすわ。どうですか、いやもう塩もバチッと決まってますし、うん、もうトリュフの香りもやばいし、で最後まで滑らかにこう食べれる感じが、あと温度が尋常じゃないでしょ。そうこんなに熱々で滑らかなカルボナーラマジなかなかないんですよ。うまい、この塩加減がさっき言ったチーズで食べる感じじゃなくて、香りと塩のめちゃくちゃ透明感のあるなんかクリアな感じ、わかります？うんうん、いやすごい確かにめっちゃクリア、うまっ、うわ、ま、超嬉しい、でももうあと寂しい終わってしまって、いやわかる、俺一人で 75g ぐらい食いたいもんまあ一応レッターのとこね、これ50-40ぐらいなのかな、ちょうど。どうですか、初めて、いやこれやばいっすわ、うまおの料理めちゃめちゃうまい、マジっすか、やばい、あるあるありすぎますね、これ100点満点中200めちゃめちゃうまい、マジっすか、マジでやばい、なんかいや全然違うなんか、はい、家で作る全卵とか例えば入ってる、はい、そのチーズっぽい感じの卵のまろやかさのカルボナーラもちろんいいんですけど、はい、もうこれは本当に点でもうピンポイントで狙うっていうか、
レストランの皿は皿でいいですよね。だからどっちもどっちもいいんですよ。そうなんですよ。だから簡単に作れることももちろん正義なんですけど、やっぱこうちゃんとこう作っていただくカルボナーラも最高ですよね。こうなんか涼感の感じももっと食べたいし、でもあでもこれぐらいまたいいみたいな攻め合い食べるのとはちょっと違うし。そうなんですよ。今日は本当にうまくいったなと。まあいつもやっぱりこのピンポイントのギリギリの攻め合いで本当に微調整の中であったかいけどソースが滑らかだし、香りもちゃんと立ってるっていう状態はやっぱりレストランでしかできないから。そうですね。なんか言ってそうクリアな感じみたいなのも超ダイレクトに伝わりますし。あ、本当ですか。めっちゃわかる。なんかどうしても重ったいらしいイメージあるじゃないですか。でもその感じもやっぱそのパスタ茹で加減もそうですし、トリュフオイルの香りとかでやっぱ滑らかに最後まで食べれるみたいなのが。そうなんですよ。めっちゃ美味しい。なんかそのチーズと生クリームに頼るカルボナーラじゃなくて、本当に卵と香りとなんか塩味で食べさすっていう感じ。ただそれが海外っぽくなるともっとチーズとか生クリーム入んなくて、ストイックになりすぎると今度やっぱしょっぱさが立っちゃうんですよね。あ、だからちょっと生クリームちょっとだけ入れてあげることでこう日本人好みのちょっと丸い感じになってると思ってるんですよ。なるほど、はい、もうちょっと僕多分自慢しちゃいますわこれ。めっちゃ美味しい。いやもう鳥羽さんの食べれたのもちろんですけど、食べたカルボナーラ資料でやっぱ一番うまいんで、ダントツに。どう考えてもそれ厳しめに言ってます。いや厳しめに言ってるでしょ。いやもうさっきまで言っちゃうよ言っちゃうよみたいな、もうこんな感じでしたけど、言っちゃうよ帰ろうなんつって言っちゃうよ今帰ろうなんつって、こんなカルボナーラは嫌だなんて言ってね、なんか全部美味しくないなんて言ってバカ野郎なんつって、で食べてみようなんつってね、食べたら全部ねソースがないなんてあれーなんてあれーなんてバカ野郎なんつってみたいな感じでしたけど、いやもう今みたいなやってる人と思えないぐらい洗練された美味しさで、めちゃめちゃ美味しかった、ね、こんなカルボナーラ嫌だなんですね、結局トマト味なんですね、これも何なんですかねなんて、あ面白そうなカルボナーラ食べてみようなんて、あれなんてトマトだバカ野郎なんですね、何なんですかねこれね、本当に本当にそうですよ、本当にそうですよ、帰ろう帰ろうなんて ね最高っすね。最高でした。じゃあでもとはいえなんですよ、はい、なんかじゃあ鳥羽周作っていうか、馬尾はこれが馬尾なんですかって言われたら、はい、これだけじゃないんですよ。お今回はやっぱり、ある伝点もやっぱりちょっと出したくて、なるほど、今日は新しい新作ナポリタンをワンパンで考えてきましたんで、嬉しい。第2弾の方もやるんで一旦厨房を整理します。ちょっとお待ちください。僕も飲食の業界って分かるんですけど、飲食人っていうものの中でこんな生命体見たことないんですよ。ああ確かに、本当にそれは実績はもちろんさることながらミシュラン取ったとかもそうですし、でそういう、まあ、本業で実績がついてくるとテレビの依頼とかメディア出演あるじゃないですか。でメディア出るまではあるんですけど、レギュラー持つとかでそれ以外にも多種多様ないろんなジャンルで、例えばユーグレの方のといろいろ関わりがあったりとか、いろんな芸能人の方の関わりがあったりとかで、逆に、自分たちの飲食の事業を店舗展開したと思いきやコンビニみたいなご飯もやって、で YouTube も当てて X も当ててで、カルチャー強くて音楽も好きで建築も好きでみたいな造形が深いと思いきや映画にもなるとか、飲食やってる人間だから分かるんですけど、そんな人見たことないんですよ本当に。真面目にで、それでいてメディア出た時のあのうまーとかあのキャラクター性とかもやっぱりないですし、僕はバンドやってたんで分かるんですけど、料理うまい人、レシピが、発信すると上手な人とかやっぱいると思うんですけど、まあ出役としてセンスがある人とか花があるとか見てしまうっていう人物像がやっぱまた別の話なんですよ。そこも加味してキャッチーなキャラクター性、ロジカルな料理のクオリティで、実績、メディアの広げ方とか全部考えても、こんな見たことないんですそんな人。ノートとか言語化あんなできないですし、あ確かにやっぱり職人の方とか料理人の方はやっぱりいっぱい携わってきたから分かるんですけど、言葉にあんなできないっていうとか、もうそこですね。
純粋になんかまあすっごいおこがましいんですけど能力が高すぎてそもそもが、いやいやいや、なのにキャッチーさとこういうコミカルさといわゆる出役としての花全部がこんな人見たことないなと思って負けたくねーみたいな部分もありながらいやすげーなーっていう両方が思ってて、で自分でこう SNS 発信していくときになんか自分って何なんだろうって料理人じゃなかったんで、なんかもともとキッチンがっつり入ったっていうか接客してた側だったんで、でもプロのやってる現場を見てた自分だから分かるそういう知識とかを家庭に発信することができるかなってことには気づけた。じゃあどういうキャラクター性とか見てた時にいや鳥羽さんって人やっぱやべえなっていうとこっすね。違う意味でやばいくなっちゃいましたまあだからまあそれも含めてなんですよね言っちゃえばそういう点も含めてこんなに話題性ある人いたか今までっていう、いろんな料理人の方がいたと思うんですよ。メディア出てるとかなんか3分クッキング出たりとか、でもなんかやっぱ偏っちゃいますよね。そうなんですよ、なんか技術が高かったらやっぱ言語が難しいとか、そのストイックにやりすぎて経営は難しくなっちゃっていいレストランなのに潰れちゃったとか、なんか若手が育たないとか、なんかだけどなんかそういうメディアとか戦略とか戦略が上手なんだけど食べ行ったら美味しくないとか、まあなんかそのやっぱ全部をやるのってすごい難しいじゃないですか。だから自分たちも今ねお店やりながらその数字を読めるっていうか数字見れるシェフをどんどん育てなきゃいけないなって、すげえ頑張っても労働時間に対しての利益率が悪かったらもうやってもやってもなんか苦しくなるだけだし、なんかすげえ売り上げ取ってて売り上げだけすごいのに人件費がめちゃくちゃかかってるから結局利益出てなかったから、なんかもっと適当にっていうか簡略化してて人もかけないでやってる方が儲かっちゃってるとか、なんかその残念じゃないですか。そういうのが分かんないとそうなっていっちゃう。なんか頑張りがちゃんとお金に変わんない感じって絶対どっかで幸せじゃない人が生まれちゃうから、そういうのも見れるシェフを育てるために数字の話したりとか、でも意外とそういうのって居酒屋やってる人たちの方が詳しかったりとかするんですよ。レストランの人たちはあんまりそういうことよりも作ることばっかり考えて、それ悪いことじゃないんだけど、でもなんか気づいたらレストランの人たちは休みなくめちゃくちゃ働いてるけど、結構居酒屋やってたりとかしてる人たちはなんか社長になっちゃってるとなんかゴルフやってたりとか時間割とやって店舗任せてみたいな話もあって、どっちがいいとかじゃないんだけど、なんかどっちの良さもあるのをなんかどっちも行き来してちゃんと学んだ方がいいなと思う部分とかめちゃくちゃあって、でもそういう感覚をレストランの経営にも入れた方がいいなと思う反面、じゃあそういうローカルの小さい飲食店でレストランみたいな感動体験をどういう風に作ったら、じゃあ客単3000円だけど感動するお店って何なのかって、そもそも感動させるって感覚でやってない可能性もあるじゃないですか。でもなんか原価じゃない部分で感動させられることっていっぱいあるし、みたいなところのなんか両方を知ってるからこそなんかこういうことやった方がいいのかなとか、こういうのがやった方がいいのかなっていうのは今自分の中でいろいろあって、でもそれがもう3年くらい前から自分がなるべく厨房を立たないことでそういう環境を作っていくみたいな、まあそれがいいとか悪いとかって意見は別にあっていいと思うんですけど、なんかチャレンジしてて、でもなんかいろいろあって今経営の壁にぶつかって、例えば労働時間の問題で単純に考えて朝日とか夜やったら普通にぴったりの人数でやったらもう労働時間オーバーしたじゃないですか。でもじゃあそれを解決するためにじゃあ例えば野球でターンオーバー制で昼のメンバーと夜のメンバーそっくり変えたら確かに守れるけど、じゃあその分の人件費がお店の売り上げに対してじゃあ合ってるかって言ったら絶対合わなくなっちゃうじゃないですか。だからやればやるほど赤字になっていっちゃうみたいな。だけどじゃあ労働時間内でやると夜の営業がちょっとしかできなくなってだけとかなっちゃって、じゃあそれでみんなの給料払うとなったら単価上げなきゃいけなくなるっていうと、じゃあ今度お客さんにとって優しくならなすぎちゃうとか、なんか根本的な部分ですごい難しいなって思うことがやっぱりあるんですよ。でもなんか諦めたくないんですよそこ。なんかそこ諦めちゃってじゃあレストランやっても難しいからやめようとかで、逆にもうしょうがないからブラックで全部やっちゃうとかっていう、なんかそういう諦め方はやっぱりしたくないんですよ。なんかでもなんとかしたいけど超難しいみたいな。難しい。なんか